皆さんこんにちはキムリンオーディオですメルセデスベンツジャパンと言いつつもなぜかここにはフェラーリと えー、もう一体どこの国のどこのメーカーの車なのかさっぱりわからなくなってまいりましたが、はい、本日も、えー、ガルウィングドア大開放といったところであります。はい、えー、まああのーまあ、北海道もこれから、えー、長い冬に入るということでえーまあ、AZ1 まあこれからガレージ保管に、えー、入るわけですけども、まあ、その前に、えー、ちょっと、えー、越冬準備 という形を今取ってるところであります。はい、えー、ちょっとスタッドレスタイヤにして、えー、ガレージ保管します。えー、まあ、冬は全く乗らないんですけども、まあ、万が一、ちょっと、あの、車を移動しないといけないって時に、雪が降ってる中、えー、夏タイヤだとちょっとあれですので、一応これ、あの、緊急用にスタッドレスタイヤに履かせてます。で、またスタッドレスタイヤにするっていう理由が、夏場履かせてるポテンザ、 これあのそのままガレージ保管しますとずっと地面についている部分が、まあ、真っ平らに変形するフラットスポットという現象が、えー、発生します、まああのーえっと、フラッットトスポットが発生すると走り始めにコト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 っていう振動が出てくるんですがそのフラットスポットこれを、まあおさまあ、なるべくポテンザ様には、えー、そういった負荷をかけないようにしようということで、えー、もうスタートリスタイルでしたらもういいこれだったらいいので、ね、もう 保管用になってますまああのフラットスポットが発生してもうまあちょっと数キロ走るとまあ、元に戻るということもあるんですけども、えー、まあここは、えー、まあ、冬、えー、北海道の冬の間万が一ちょっと動かさなきゃいけないった時のためのスタートレスタイヤでもあります、はいえー、今日はあのまあ越冬準備といったところで、えー、まあコツコツと今手入れをしながら、えー、長い 6ヶ月間の放置プレイに入っっていくとところでありますかおっと今嫁さんがどうしたのあこれからスタートルスタイヤのま,まだ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 早いんですけど今こうやって出してですねこれから履く予定の嫁さんのスタートルスタイヤこれのちょっとメインテナンスで今嫁さんが来て一生懸命ちっちゃな小石を取ってます。はい、えー、今日はですね、えー まあちょっと、まあ、前回、まあ、過去にちょっと AZ のカタログっていうのを皆さんに紹介したことがあるんですが、え今日はちょっと、えーまあ、ここにあの取扱書というものがあります。これをちょっと今日は長い動画になると、な,がなります。長い動画になりますので、えこれはちょっと皆さんに、まあ、ちょっと紹介してみようかなって、ただそれだけの内容であります。えーまあ、台数もね、えっと4000台 ぐらいしか生産されなかった車ですのでえそんなにそんな行き渡った車ではないんですけども、はいえー、それではえ、まあ、この度は AZ1 をお買い上げいただきありがとうございますと言ったところから、まあ、か取扱説明書はスタートしていくわけであります、まあ、こういった、まあ、目次ですね、はいえー、サービスデータっていうのもあります まあここはちょっとまあ目次なんですけども、えー、次こういったあのイラスト目次という形で、まあ、どれがワイパーウォッシャーのレバーですよとかどれがスイッチですよとか、まあ、こういったものがちょっと書かれてますねはい、まあ、こんな感じですもしあの、えっと、同じ AZ1、まあ、やキャ,ラキャラをお持ちの方は、まあ 取扱説明書は多分あると思うんですけども、はい、えー、っとエズトワンってスペアタイヤこれ運転席の中の運転席側の座席の後ろ車内にスペアタイヤがあるんですで、えー、まあフロントの部分にジャッキがあるんですけどこれこのデザイン見るといかにもここにスペアタイヤが載せられるような形状してるんですけどもこれ当初 この AZ1 という車を販売するにあたって、ここにあのスペアタイヤを載せてたんですね、メーカーさんは。で、ここにスペアタイヤを載せてって、で、それがまあ、ちょっとある実験をした際、このスペアタイヤがですね、非常に危険だということが判明いたしまして、えー、まあ、やむなく、このスペアタイヤを降ろさざるを得ないと。じゃあ、どこに載せようかということで、苦肉の柵で、この運転席のシートの後ろに、車内に。 スペアタイヤを移植せざるを得なかった、まあ、そういったの歴史があるんですねで僕はあ,のあえてこのスペアタイヤをここにちょっと穴開けてちょっとスペアタイヤ取り付けられるように改造しましたで、えー、結局危ないから下ろしたのに僕はあえて危険を覚悟でスペアタイヤをここに持ってきましたでこのジャッキこれもですねここにジャッキがあるのでスペアタイヤが入らないので、えーまあ、このジャッキをもう まあ、取り外さないといけないという加工も入ったんですけども今の時代スペアタイヤっていうかもう大てなくなってきて応急修理応急パンク修理キットとかですねそういったもので、えー、どんどんもう時代も変わってきたんですけどもじゃあ AZ1 もそれにしてしまえばいいじゃん万が一のパンクに備えてスペアタイヤを下ろしてしまえばいいじゃん。 ってなるんですがこれ僕ね、ここにスペアタイヤを置く理由はフロントの重量バランス。はい、えフロントにねスペアタイヤの重さわずか数キロなんですがこの数キロのウェイト、ま、僕にとってはウェイトってなってるんですけどもこれがのフロントのステアリング解凍性能、これ僕好みになるんですえ。フロントの接地感が上がります。 危険を覚悟で僕はフロントの方にここにスペアタイヤを戻しましたおそらくメーカーさんもここにスペアタイヤを置いて、まあ、ステアあの車の走行性能っていうのを多分バランスをとってたと思うんですが、まあ、あ,のある実験で、えー、非常に危険だこの位置は危険だってなってここに移動したとで僕はまた元に戻して今自分非常に危険な状態で運転しているといったところです、はいまあこういった 感じのものがずらーっとあるんですねはいそして、えー、まあ、ガルウィングドアについてとかですねおっといいですねターボ車の取り扱いについてあお車を長持ちさせるにためにとかあちょっとこういったところ重点的に見ていきましょうか、えー、じゃあまずガルウィングドア、はい、AZ1 のもう最大の特徴であります僕もあの az 1 初めて見たとき、まあ、ディーラーでですね、ドアがこう大開放、これを見た瞬間にもうもう、はいえ、もうすぐ印鑑を押してしまったと、はい、後先考えず、このガルウィングドアを買った、車を買ったんで、このガルウィングドアを買った、まあ、そういった感じで、本、え、当、ー、ほんと一目惚れでした。まあ、こんな感じなんですね。はい、こんな感じでなってます。 こん注意書きがあります。まガルウィングドアならではの、えー、説明ですね。車へ乗り降りする時はとかですね。はい。えー、そうなんです。えー、車へ乗り降りするとき頭なとドアやピラーへぶつ僕最初ぶつけました。よくぶつけました。もう痛かったです。はい。えー、ちょっとね。 乗り慣れるまでね、ちょっと結構時間、時間というか、ね、ちょっと何回かも練習しました、これも。はいえー、っとあと <laughs>、走行するときは、えー、走行するドアが確実に閉まるというか、確認してください。あのちなみに、このドアが開いたまんまえ走れます、はい、走れるんですけど、えこれ、絶対やっちゃだめです、車壊れます。 ドアに負担がかかって壊れちゃいます、それにはドアミラーもあの後方見れなくなっちゃいますので、これはもうやっちゃいけないですよね、大切な車ですから、こんなことして走っちゃだめです、まあ、ちょっとね、ちょっと、ちょっと、小移動の時もは開けて、ちょっとだけ数メーター動かすときはこんな感じでやりますけど、一般コードはこれダメです、はい、<laughs> ちょっとこんな感じです、笑いました、はい、はいえー、ドア開けたまま走行しないでください、思わぬ事故発生のことだかす。いや、もうこれやっちゃだめでしょう、車壊しちゃう。 あとは、まあ、お子様が乗るときはまあ大人がそうなんですお子様ね、はい、ちょっと乗せるときはねもう本当気をつけてあげないときも1 0あと雪が積もっているときは <laughs>、えー、昔はねちょっとガレージに入れないで外に置いてたとき雪がっぽり積もっててドア開けるの大変でした今もガレージ保管なので大丈夫なんですけどはい、えー、乗り降りの仕方ドアをいっぱいに開きます 運転席シートは後ろへいっぱいこれバケットシートなんですけどもうスライドはできるで,でハンドルをつかみシート横のフレームを体で支えながら乗り降りしますということでちょっと乗り降りにね、まあ、コツのいる車です、まあ、儀式っていうふうに言う方もいらっしゃいますが、まあ、これもね乗り慣れるとス,あのスマートにスムースに乗り降りできるようになります練習が必要です。僕練習しましまたはい ああとはまあ、運行前点検とかですね、もうそうですね、<laughs> まあ、これはもう僕も絶対やらないです。はいえっと、そうですね僕は今レギュ、レギュラーじゃなくて、廃屋入れてます。まあ、別にレギュラーでもいいんでしょうけども、まあ、半年間ね、ずっとエンジンかけずに保,あの保管しますので、廃屋だったら燃料腐らないまあ、かなって言ったその、そんな感じで <laughs> 乗ってます。 まああとはこんな感じですね。はいえー、あえっとね、ここに、えー、暖気は水温計の針が動き始めれば十分というようになってます。はい、水温計ですね、えー。暖気中はアクセルペダルを極端にあおらないでください。触媒装置を損傷する恐れがあります。これ、今の車でもね、 当てはまりますんで、今あの今の車ってランプじゃないですか？最初、青色のランプからえっと水温が温ま落ち着いてくるとランプが消えるっていうような。えっとまあ、メーター式の場合であればね。針が動き始めれば十分ということです。はいまあ、こんな感じです。まあ、ここちょっと重要項目になりますね。 こんな感じですまあちょっとねエジェントワンの中にね子供置き去りにはこれねこれ危ないですよこれ全部ガラスなんですよえっと夏の炎天下なんかにお子様残せてしたらもうこれじもう、えー、事故に繋がりますもう絶対危ないですなんかもう大人の僕でさえやべえなこの車っていう風になりますんでこれは本当危ないです世間一般的にもこれやっちゃダメですね、はい、窓から手を出さないでまあそうですねまあお子様 <laughs> まあ まあとはもう警告灯が点灯したらっていうのは今の車でも全部一緒です。あ <laughs> 来ました走行中はエンジンを切らないでブレーキの機きが悪くなります。警告灯が点灯しなくなります。万が一ロックになるとキーが抜けることがありキーが抜けるとハンドル操作ができなくてい危すですって。触媒 <laughs> 装置を損傷する恐れがあります。ということでこれはね、はい、これも常識です。やっちゃだめですね。 はい、エンジンブレーキを併用、はいえー、水たまりブレーキの機きを確認、ね、今の車そうでもないと思うんですがこれ特にねあのドラムブレーキなんかを注意した方がいいですねエゼトーンは前も後ろも全部ディスクブレーキですので、まあ、あんまりそんなことは経験はないんですけども、まあ、一応こういったところも注意しようといったところですね、はい、あ戻りますが走行中エンジン切らないでって 過去にあの知り合いがエンジン切って下り下り下っていくとこれ燃費いいよって言ってましたが本当に危ないですからやめてくださいパワーステアリングの時代の車なんかパワーステ効かなくなりますからあとブレーキまで数回踏むと効かなくなりますんで危ないですはいまあこれも今の車にも該当しますね まあここはまあ、そうですねはい仮 <laughs> 眠する時は必ず前熟ンン <laughs> この AZ1 で仮眠を取るっていう仮眠取れる方もしいらっしゃったら教えてください、はい、僕はちょっと無理ですね、はい、バケットシートですからどうやって寝るんだろうまあ寝れる人は寝れるんでしょうねはいまあエンジンを切ってそうですねはい もうこれはもう命に関わりますから命に関わりますからね、はい、ドアをいきなり開けない、はい、窓ガラスなどに吸盤をつけない、ねはい、あそうそう吸盤がねレンズの役目をしてねあの車なんか火事になった事案がね昔あったんですよそれから吸盤系は特にフロントガラスの内側によくお守りとかそういうのぶら下げてるじゃないですかこれ車検通りませんから外してください まあ車検で入ってきた時には僕外します。あとはまあ安全のためのチェックですね。はい、あ、はい、えー、っともうあの車によってはね。もうちょっと触っただけで、何かおかしくなるっていう。車も今普通に出てきますので、もう触らぬ神に祟たたりなしです。 あこれれよよくやられるんですよねこういったねジュースかなんかコーヒーかなんかこぼされておかしくなった車ってたまに入ってきます <laughs> そうなるともう清掃から始まってスイッチ類交換になっちゃいますねはいえ、まあ、こんな感じです大切な車はね、まあえっと、プロの、まあ、ディーラーとかにも車を入れて点検された方がえ安心です、まあ、違法改造は絶対しないとか、まあ、ありますけども、はい、お タイヤやホイールは決め決められたものをしようえっとこれ AZ1 ならではになると思います、はいえー、これ AZ1 これこれはねえっとホイールなんですけどこれ4結はいいんですよねこことここの距離これ PCD って言います、えー、えっとピッチサークルダイヤメーター PCD これねえっと114.3だったかな えー、この百1 1 4 3ミリっていう、えーま、幅があるんですけども今これ軽自動車なんですが今ねこんなサイズの、えー、ハブないんですよ今ほとんど100なんですねはいこれ嫁さんの先ほど見てたえっと嫁さんの S660 くんの、えー、PCD これ100なんですねということで えー、もうこのホイール自体も AZ1 に付くことができませんしちょっとこのホイールを S6 につけてみようかってもつきません僕のアルトワークスにもつきません今このピ,ピッチサイクルダイヤメーター PCD の,の114.3っていうホイール、えー、ちょっとねあの軽自動車のサイズワークの中でなかなかねこのホイールも出てこないんですよであとは この中にまた中間にまたホイールナットがつくマルチタイプっていうやつが大丈夫なんですけどもでも114.3っていうサイズの入ったマルチじゃないと付きませんでそのタイプになるとちょっとデザインがね中には好みがあってそういったマルチの部分はその部分を隠すためにカバーがつくんですねこのカバーと、まあ、あのホイール全体のデザインがかっこいいっていうんであればいいんですが、えー、とそうでもない時には、まあ、僕はもうこう,こういったタイプのホイールが好きなので。 これも,、ね、もう今こういったタイプのホイールこのサイズのホイールを探すのってもう至難の業です、まあ、ずっと延々とネットで探していけば出てくることは出てくるんでしょうけども、まあ、僕の気に入ったホイールは出てこないそういったところですだから僕にとってこのホイール希少なホイールなんですね、はいえー、もうぶつけたり変形したりとかするとちょっと大変なことになります、はい、ということでまあホイールやタイヤホイールは決められたものですあちなみにあの AZ のスペアタイヤ AZ1 専用設計なんです、えー。他社流用不可ということで、スペアタイヤもですねあのただ単にウエイトで載せてるだけなんですけども、あのスペアタイヤも大切にしないといけないとはい、次に、おっと、来ましたね。無線機など電気部品を取り付ける時は、はいえーまあ、販売店にご相談ください。取り付け方が適切でない場合、電子制御部品に悪影響を及ぼすことがありますあの。無線機とか電波ですし えっと電気系のまあアクセサリーとかも内部で発生したノイズが車のコンピューターや電線用系をいた,いたずらしたりするんですね、えー、まあそれを防ぐのに、まあ、いろいろとね例えばあの、えー、ノイズをまあ分散させるためにシールド線を使うとか、えー、アースラインを引き直すとか、まあ、アーシングですね アーシングでまあ解決するとかあとフェライトコアっていう高周波ノイズを吸収させるものを途中間につけるとかですね、まあ、そういったあの取り付けとかもあの注意しないといけないっていう場合があります、えー、今の車と今の電,あの電気アクセサリー関係はまあそういった対策もされているものが出てきましたので、まあ、そうでもないんですが、まあ、古い車になりますと。 まあ、古いコンピューターを積んでいる車になりますと、そういったえ電磁波、またはあの配線の中を流れてくるえまあ、悪質な電気的なノイズ、これがあのコンピューター系をちょっと誤作動させたりとかする場合があるんですね。あとはあの電気による車両火災ですか、はいまあ、こういったところも、えっと、留意する必要がある車でもあります。はい えー、お待たせしましたターボファンの皆様ターボ愛好家の皆様ターボの取り扱いについて、えー、当時のターボ車の取り扱い、えーま、エンジョールは定期的に交換してくださいということで、ま、6ヶ月または5000キロいずれか早い方でオイルフィルターはまあ1万ごとにという形ですねこれも今,今現在の車でもまあこういった感じじゃないでしょうか、ま、中には5000キロから1万という車もありますけども、ま、当時はこういう感じです はいえー、ここに、まあ、ターボ車はエンジンに大量の空気を加給してより大きな馬力を引き出すもので非常に精密に作られていますと、えーまあ、こういった感じで定められたエンジンオイルオイルフィルター効果をお守りいただかないと、えー、劣化したエンジンオイルによりターボ時空キャブの固着イオンの発生など故障の原因となります、はいえー、っとオイル管理の悪い車で僕はちょっと、えー、ジムニー様の タービン交換をする羽目になったことがありますこれも実は僕の動画のショートで入ってますがもしあれでしたら説明欄にえっとまあ、タエンジンオイルの管理が悪,悪いとタ,ターボチャージャーがどんななるかっていうのをちょっとあの紹介したいと思います、はいえー、エンジン始動直後のラフかしはしないでくださいってエンジンが冷えている時のラフかし急加速は絶対にしないでくださいっていうようになってますね、はい えー、次、えー、高速走行、途半走行直後はエンジンを止めないでください。えー、今の車はねそんなことあんまり書いてないかなとか思うんですけども、エンジンを停止するときは、可、えっと、評に従って必ずアイドル運転を行い、ターボレー装置を冷却してくださいあ、まあ。アフターアイドリングですね、はいえー。エンジン停止前のアイドル運転時間というふうになってます。はい まあ、市街地など一般走行は必要ありません。すぐ止めていいです。で高速走行、約80キロ以上の、まあ、速度で、えー、高速道路走って、高速道路から降りてすぐ、えー、エンジンを止めるっていう場合は1分間アイドリングしてからエンジンを止めましょう。えー、特殊な、えー、連続走行、連続高速走行または急な途半走行、まあサーキットとか <laughs> サーキットかな。うん、あとはまあ峠道を。 全開で上り上げ全開で下ったりとかした時にはでえまあちょっと休憩でコーヒーでも飲もうかってちょっと自販機の前に車を止めた際まあ2分間はえ回してからエンジンを止めましょうっていうそんなことがありますねあのターボタイマーなんていうことを皆さんえっと聞いたことないでしょうかえ当時こういったことをまあ防ぐのにターボタイマーっていうのが後付けでえーカーショップなんかで売られてました 取り付けもしてもらうそんな時代がありました。今、ターボタイマーって見かけなくなりましたね。はい、え僕の車にはターボタイマー、えー、つけてます、はい。ターボタイマー後付けでつけております。え9分間、えー、アイドリングできる設定であります、まあ。10秒単位で設定できるものをつけてます。あとはエンジンを高回転させないでください。まあ当たり前ですね。はい、AZ1 のレッドゾーンって9000回転なんですよ。 さすがに僕も9,000回転は回さずだいたい7500回転ぐらいで止めてますたまにちょっと調子乗った時8,000回転ぐらいで、えっと、やめてます、はいまあ、あとは、まあ、メモということで、まあ、取り扱い、まあ、こ,こまあそんな感じなんでしょうね、まあまあ、サラサラッとはい、えー、ここはまあサラサラですあえー、ドアダンパーですね えー、このドアダンパー、そうなんです、えーっとまあ、ドア操作、操作力が急激に変化した場合、またドア開閉時にイオン型が発生した場合は速やかに販売店で点検を受けてください <laughs>。もうそうなったら、これ、ダンパー交換です、ドアのダンパーです、はい、もうこれ、交換です。うん、今、あの、純正品、1本2万4000円ぐらいするのかな、えー、1台分4本使いますので、もう約10万円になります。 そして、えー、まあ、もしディーラーさんでこれの交換をお願いしますというと、まあ、だ取り付け交換費用が乗っかってくると思いますので、まあ、10万円は軽く優に超えるそういったものになってきます。っとこれもあの僕過去動画で、えー、まあ、中国製なのかなの、まあ、安い、えっと、ダンパーに変えたりとかしてです、ね、自分で交換してっていうそういった動画もちょっと紹介しておりますので、これももしあれでしたら説明欄、概要欄に貼っておきます。 はいえー、ウィンドウはです、ね、もうパワーウィンドウでは、まあ、ある意味、ある意味手回しパワーウィンドウです。はいえー、電気式ではありません。手動式パワーウィンドウと言っております。まあ、レギュレーターハンドルですね。はい、AZ1 は本当にちょっとしか窓開きません。チケット窓と言われております。まあ、ランボルギーニ、えー、カウンタック様の、えーっとまあ、そんな感じでしょうか。おランボルギーニもそうです。 あとまあこんな感じですねはいまあここもまさらっとさらっとですさらっとはい特に特にここで真新しい部分はありませんはいサンシェードはいここにサンシェードの日よけって書いてますわこれ僕これオプションだったのでこれサンシェードってこれ買ったんですよこれ2万いくらしましたこれやれるねはね、い、これがないともう農店農店焼けて農店がもう大変なことになります もう僕の頭の脳みそがこう沸騰するんじゃないかっていうぐらい熱いですよ、はいまあ、こんな感じで、はい、もうさらさらとちょっといきますさらさらといきますあ一応僕の AZ111000、えー、回転スケールです、はいえー、9000回転レッドゾーンでたまに、ね、冬道昔乗った時ホールスピンで1万回転入ったことあります、はい、まあありますで、えー 1>, まあ1万1000円、ね、まで回せ、はい、え僕の AZ1 もそういうことなんでしょうか、まあ、あと各警告灯ですねこれはもう今の車にも、まあ、同じようなものが当てはまります AZ1 ねオプションで ABS 設定できたんです、はいえー、当時の ABS まだ出た頃で うんともう僕的にも ABS の車って乗ったことないし ABS でどんな聞き方するのか怖いっていうイメージがあって ABS いやいらないですって言っちゃったんですね、はい、ABS オプションですオプションだったかなうんなんかありました、はい、まああと、まあ、こ,こんな感じですね、はいでまあ、この辺は、まあえー、サクサクっとちょっとはしっていきたいと思います、はい、もうここもエンジンの格好とかとかですね もうこれは大丈夫でで、ね、いいですすすねね、はいい全然、OK ですはいえー、マニュアルトランスミッション、エゼットはいえー、マニュアルトランスミッションです。5速です。えー、っとあここにですね速度範囲というのがありますね、はい。ちょっとこれをじっくりと見ていただいて、はい。このような感じです。1速は35キロまで、2速は15キロから60キロまで、3速は25から80キロまで。 4速は35キロから、うん、もう最高速まで5速は40キロ以上、はい、その,いその、えー、速度範囲で、まあ、各ギアを選んでくださいっていう感じなんでしょうねちなみにあの僕 AZ-1 リミッター入ってますので大体、えー、いいね旧、えー、規格ですとリミッターは130なんですね、えー、僕の AZ-1 は130手前でリミッターかかります 解除すると話によると190キロぐらい出るらしいんですけど Z1 で190キロはもうあの死にちょっともう恐ろしいですね <laughs> えっと今現行の軽自動車にはえっとスピードリミッター140ぐらいでまあ車の誤差にもあるんですが大体136キロあたりを超えたらリミッターが入るそんな感じがしますはいえまああとはまあこんな 駐車ブレーキのこととか、まあ、安全快適のためとか、まあ一応エアコン、エイズとはエアコンは標準装備でした。エアコンがないと、あの車走る音質もうめっちゃ暑いです。はい、まあ、えー、っと、あ、こうにカー,カーオーディオの、あ、これ標準のカーオーディオかな。僕ね、オーディオ関係は、あのカロッツェリアのエイズとは専用の、えっと。もう一番高いやつ入れてくれ。 って言ってもう一番高いやつつけてしまいました。ちょっとこれ、該当しません。まあ、毎日の時はとかですね。はい。まあ、こんなことです。はい。まあ、エゼットはこんな感じなんですけど。あのエゼットてタイヤ、例えば、パンクで、またはタイヤ交換するときって、ローアームなんですよ。ローアームがジャ,ッジャッキポイントなんです。サスペンションアームの。 下側へこロア,アームの下にえジャッキアップポイントなんですよ4リあの前も後ろも、はい、だからボディ側に一応あることはあるんですけどもえそこでは上げないでもうそこであの上げてタイヤ交換するんですねでこの車のジャッキアップポイントっていうのは非常にちょっと不明で下手にガレージジャッキもかけられないっていうかもうかけたらダメみたいな感じの構造の車で。 だからもうこの車をリフトアップするってなるともうあの整備工場のリフトに乗せないとこれもうダメっていう形ですだから僕はもう AZ1 に関してはえこうやってえっと車載のパンタグラフジャッキで一輪一輪タイヤー交換してますガレージジャッキちょっとねこれこれちょっと当てる場所がちょっと限られてて非常に厳しいんですね まあ、こんな感じであっこの袋もう30年も経つと口当てて破れてもうもう捨てました <laughs> まあこんな感じまあエンストしたりとかそういうのはねもう JAF 読んだらいいですバッテリーああバッテリーも JAF 読んでくださいけいんけいんまあそうですねうんまあはいあとヒューズ関係とか まあ手入れとかこんな感じでありますね今ちょっと若干変わったかもしれないですね法,法令法,法令が少し変わったかもしれませんまあ当時からねブレーキペダルの遊びとか踏みしろとか結構細かいこと乗ってるんです今の車乗ってないですもんねもうブレーキに不具合を感じたら直ちにディーラーへとかですね 運転をやめ直ちにディーラーへ電話してくださいってそんな感じなんですけどはいえー、まあまあちょっとこれは、まああちなみにえっと AZ1 のエンジンオイルの量って2.8リッターでオイルとオイルフィルター両方交換するときは3リッターっていう形です、まあ、冷却水、まあ、北海道はねやはりねえっとマイナス40度ぐらいに 設定してないと凍結しちゃいますので、まあ、クーラント水45%、まあ、約半分ぐらいの、えー、クーラントで、えー、クーラントを入れてますあとまあバッテリーのベルトのこととか、はい、ウォッシャー液ウォッシャー液もねあのちゃんとね凍らないやつ入れないと水とか入れてるとねあのこれ工程このウォ,ッシャウォッシャータンクね破裂して割れちゃいます <laughs> 北海道はもう凍結するっていうのがありますんでね怖いですはいタイヤ、まあ、空気圧のこともこのってますね、はい、空気圧はね、まあ、結構こまめに見た方がいいですねおっと車の手入れが来ました、えーまあ、こんな感じですね、まあ、日頃の手入れが大切ですと言いつつ、まあ、こんな感じです塗装を傷める主な原因と、まあ、ここちょっと気になる方止めて見ていただいてもいいですよ あ,あ来ました凍結防止剤もう北海道は融雪剤ですね、はい、もう冬乗れません乗らないです、はいまあ、防制剤の塗布、まあ、ノックスドールとか、まあ、あのなんだっけえっとパスター塗装とかなんか下回り塗装ですね、はい、あとボディ塗装面、はい、えっ麺、と、AZ1 のボディ外板は樹脂を使用しています ということでまあブラシやと結構ね気を使いますよまああのどの車もそうなんですがエジェットも気使いますちょっとでもあの,あのスポンジになんか石が入ってすってやったらもう縦筋の傷が入っちゃうんですねうわーっていう時何度かありました <laughs> あとねこういった特にガソリンですね給油スタンドでこぼれたりとかしたら割れちゃうんでもう慌てて拭きと拭き取ったりしてあとすぐにもう洗ったりしますね まあ、こぼさないように入れるもう入れてます。はい。まあ、こんな感じであります。エゼットの定の仕方ですね。またヨカのエンジンルームね、まあエンジンルームはね、まあ本当に洗うのって難しいので、まあ。 プロのディーラーとかそういうところにちょっとエンジンどうやって洗ったらいいです洗ってもらえませんかって相談するのも一つの手です、はい、もうあの買って知った人はもう自分自身で洗,う洗っちゃう方もいらっしゃいますしはいこんなおっと、えー、なんと、えー、純正ワックスにつ次のワックス純正品と,用として用意しています純正品として用意している うん、もしかしてこれのことでしょうか純正品、えー。僕のフェラーリ様に純正品でこれのことでしょうかね、はい、フェラーリのエンブレムがついております。はい、ソリッドワックス、固形ワックスですね。はい、これが僕の、えっと、フェラーリ君の、えー、純正のこれゆえ日本総輸入販売店って書いてます。あ、これ外,外国製なんですね。はいえー こういうメーカーです。フェラーリ様のなんかマークがついてますね。僕これちょっと愛用してます。いはい、えー、こんなバックスです。アレック,クソンズ社はフェラリ F1 チームの公認サプライヤーですと。あらまあはいえ、フェラーリ様 純正という形になるでしょうか。はい、えこんなワックスです。まあ、これ使ってんのか <laughs> 最初のうち使ってますが、これももうなぜか,か使わなくなりました。使えよ <laughs> すみません、もうなんかた <laughs> が閉まらなくなっちゃいました。はい、えフェラーリ様公認の、はいえー、ワックスであります。はい、これを、えー、昔、愛用してました。<laughs> すみません。まあこんな感じでですね。 はいまあ、布のりの部分の手入れとか、はいまあ、今の車はね、高級になってきたのでね、はい、アルミホイールの手入れとか、まあ、あとタイヤのローテーションですねとか車の保護とかですねこれもね、まあ賛否両論ありますよね、はい、逆に内側ですれて傷がつくとかね、まあ、しっかり固定しないといけないとか濡れたまんまこれをかぶせたりとかすると。 いつまでたっても乾燥しないで錆びたりとかねいろいろとありますこう,こ,うこうしないと車保,保,保管できないという方もいる,んでいるので何とも言えませんもうこのこれをかぶせておかないとダメっていうあの場所もありますしね、はいまあ、あとはこんな感じですあカーエアコンですねうわーカーエアコンそうですねちょっと分別調子が悪いんですねはいえここちょっと技術的なあ お話になってしまいますが、過去に僕、AZ1 のエアコンをちょっと、まあ、応急整備している動画もありますので、えー、もしよろしければ、これも見ていただければ、えー、ちょっとこれ古い車ですので、ガスも古いガスなんですね。えー、そういった車でいったんです。はいまあ、エンジンオイル、まあ、これもう今の車はね、0W。 16とか、なんかすごいオイルになってきましたよね。うんはい、えここであの AZ1 のサービスデータです。えっと点火プラグ。はい、これですね。エンジンはスズキの F6A というエンジンになります。で、プラグはこんな感じですね。はいまあ、これをもとにね、えっと僕、あのプレミ NGK のプレミアム RX プラグちょっと探したりとかして、まだ買ってませんけども、まあ、これを元に今探してます。はい、まあ,あと、こんな感じですね。でエンジンオイル。まあ、10W30 とか、もう SG とか SF って古いですね。今 SP、SP だったかな ?SN だったかななんか、そんなところまで来てますよね。はい、当時はこういうやつです。 こんな、えー、やつですねあタイミングベルト10万キロそうなんです F6A はタイミングベルト式で、えー、っと定期交換しないといけないんですよで僕それが嫌であとね切れたらエンジンぶっ壊れちゃうので、えー、っとタイミングベルトは僕あの HK さんにお願いして、えー、っとパワーエンタープライズっていうメーカーから、えーま、強化 強化タイミングベルトっていうのが出てて、僕強化タイミングベルトに交換して40万キロっていう舞台文句で40万キロのタイミングベルト僕入れてます。AZ-1 でやったのってこれぐらいかな、はい。耐久性重視って10万じゃなくて40万キロのタイミングベルト僕入れてます。えっ、ー、と、あとタイヤサイズが、ま、純正がこうなんでありますね。あ、そうです。PCD、ピッチサークル、えー 百十四点三、これのことです。ここからここまでの長さが百十四点三。ずっとこれなんです。で、えっと百十四点三って言うと普通乗用車なんです。もう五ナンバーとか普通の乗用車はもうこういったサイズ。で、スバルさんが五穴で百だったかな。うん、で、今軽自動車はほとんど百なんですよね。だからね、ホイール探しがいあのすごい大変大変です。苦労します。 まあそういったところも、まあ、ちょっと含めてあ,あと作品です、まあこんな感じでオートガム AZ1 だらだらとした長い動画でありますッ、はい、AZ1 の取り扱説明書をちょっと見てみました、はいまあ、そんな感じで、まあ、北海道これから長い冬に入ります AZ1 も冬眠に入るといったところであもう40分になろうかという動画ですえ結構だらだらとした動画でありますがもう え飛ばしみ OK でもう待てない人はもうどんどんえっともう他の楽しいチャンネルをご覧ください。フェラーリです。それではまた。